こんにちは、かよです。今日は私の一群美白アイテム総まとめ編を紹介したいと思います。私は30代半ばの乾燥敏感肌なんですけれども、そんな私が実際に効果を感じたプチプラの韓国コスメだけを厳選いたしましたので、お肌のトーン、くすみ、毛穴、ニキビ跡などに悩んでいるという方はぜひこちらの動画が参考となれば嬉しいです。では早速始めていきます。まず最初はこちら、ミシャタイムレボリューションザファーストトリートメントエッセンスです。こちらは SK2 と似ていると話題になった導入美容液です。ワインから抽出した酵母エキスが含まれており、保湿、くすみ、キメ、角質、色素沈着、お肌の鎮静など水分を保湿しながらトーンアップが叶う導入美容液です。テクスチャーはサラッとしたシャバシャバタイプで、スルッとお肌になじみます。とろみがあるタイプではなく、サラサラとしているので、この後化粧水や美容液で整えていく感じです。香りは若干発酵系の香りがありますが、きつめの香りではないので負担なく使っていただけるかなと思います。使ってみた感想は、こちら香りも全然きつくないですし、使い続けることで自然とお肌が明るくなって、キメも整い、メイクのりも良くなったなというのを実感したアイテムでした。 SK2 などに比べると価格も断然安く、もちろん成分は同じではないと思うんですけれども、敏感乾燥肌の私でもお肌に合っていて、価格もすごく続けやすいので、こちら気に入ったアイテムでした。弾力、張り、くすみ、乾燥にお悩みの方におすすめのアイテムです。続いてこちら、サイニックファーストトリートメントエッセンスです。こちらガラクトミセス発酵液 90% 配合の導入美容液です。こちらも 150ml で2000円程度と、他のガラクトミセス系の導入美容液と比べても断然コスパがいいので、すごく人気があります。テクスチャーはシャバシャバした水っぽいタイプです。とろみ感はなく、スッとお肌になじみます。洗顔後一番最初の導入美容液としてお肌を整え、その後普段のスキンケアをしていきます。香りはほぼないですが、こちらも少し発酵系の香りがあります。使ってみた感想は、こちらも先ほどのミシャと同様に SK2 とは成分異なると思うんですけれども、お肌に合った場合はコスパは本当にかなりいいと思いますので、手に取りやすく使い続けやすい導入美容液かなと思います。私の場合はミシャもサイニックもどちらも肌荒れすることもなく、劇的な変化というのはどちらもないですが、使い続けることでお肌のキメが整ってトーンが上がったのが実感できたので、ガラクトミセス系導入美容液をお探しの方に参考となれば嬉しいです。続いてこちら、ナンバーズイン3番ウルツヤ発酵トナーです。こちら今までの動画でも何度もおすすめさせていただいたアイテムで、お肌のトーンアップ、キメ、ツヤなど、お肌全体の悩みの総合解決にすごく役立ったと感じた人生アイテムです。発酵成分が50種類入っており、韓国で有名のデパコススムに似ていると話題の発酵トナーです。テクスチャーはとろっとした美容液っぽいタイプです。ベタつかない使用感で、肌の内側までしっかりと潤い、インナードライを防いで、表面はサラサラしながらツヤが出るのが実感できます。使ってみた感想は、こちら本当に使い続けることに透明感がアップして、ハリ感とか、あとは乾燥による小じわ、お肌のプツプツした吹き出物などもできづらくなって、肌全体が安定したのを実感したアイテムでした。たっぷりの栄養を与えながら、肌荒れ、保湿、美白、エイジングケアと、お肌全体のお悩みがケアできるという点が嬉しいです。デパコス並みのクオリティでコスパが断然いいので、こちら本当に出会えてよかった人生トナーでした。続いてこちら、魔女工場ガラクホワイトニングビタセラムです。こちらガラクトミセス発酵ろ過物 35% とナイアシンアミド 5%、 12種類のビタミン成分が配合されており、キメを整え、透明感のあるお肌に整えてくれます。テクスチャーは乳白色で流れるようなとろみタイプです。なじませるとお肌がもっちりとなり、保湿力もあると感じました。少し人工的な柑橘系のオレンジの香りがありますが、さっぱりとした使用感です。使ってみた感想は、こちら私の大好きな魔女工場のガラクナイアシンとビタミンが同時にケアできるので、トーンアップ、毛穴、美白などにお悩みの方にぜひおすすめしたいアイテムです。ただまだオンラインの販売があまりなく、オフラインメインの販売となっているので、入手しづらいという点がちょっと残念なんですけれども、ぜひ見かけた際にはお試しいただければと思います。続いてこちら、ミグハラウルトラホワイトニングパーフェクトアンプルです。こちらナイアシンアミド、コラーゲン合成を促進するカルノシン、鎮静効果のあるカモミール解決などが配合されており、美白、シミケア、ツヤ、鎮静ケアもできる美白美容液となります。テクスチャーは少しとろみがあるサラッとしたタイプです。肌なじみがよく、馴染んだ後はハリのあるもちもち肌になります。美白美容液ですが保湿力もあると感じました。香りは柑橘系とお花が混ざったような爽やかな香りが弱めにあります。使ってみた感想は、こちらお肌が敏感な時でも朝晩負担なく使っていただける美白美容液です。ビタミン系の美容液がお肌に合わないという方もお試ししやすいアイテム
テムとなり、朝晩負担なく使っていただけるのもいいかなと思います。使うごとにお肌のハリ、ツヤ、トーンアップしたのを実感できたので、総合的なエイジングケアとしてもおすすめのアイテムです。続いてこちら、サムバイミーガラクトミセスピュアビタミン C グローセラムです。こちらガラクトミセス培養液 75% とピュアビタミン C 30000ppm のほか、10種のビタミン、ドクダミ、プロポリス、第三地区、スピルリナなど天然の保湿成分や栄養成分がたっぷりと含まれたお肌の総合ケアができる美白美容液です。テクスチャーはサラッとしながら少しとろみのあるタイプです。ベタつき感もなく、乾燥敏感肌の私も刺激なども全く感じませんでした。香りは爽やかなオレンジのような柑橘系の香りです。使ってみた感想は、こちらもガラクトミセスとビタミン C が1本で同時にケアできるので、時短美白ケアとしてもすごく気に入っているアイテムです。ビタミン C はアイテムによって刺激になってしまったり、ガラクトミセスもアイテムによってお肌に合わないというものも出るんですけれども、こちらに関しては刺激やお肌トラブルも全くなく使えており、お値段もかなりプチプラなのでリピ買いをしているアイテムです。続いてこちら、アロマティカネロリブライトニングフェイシャルオイルです。こちらは今までの動画でも何回か紹介させていただいたんですけれども、美白と保湿が同時にできるフェイシャルオイルです。こちらは 1000kg のビターオレンジの花からわずか 700g しか取ることのできないネロリエッセンシャルオイルは、元気のないお肌に活力を与え、ハリとくすみのケアをすることができます。テクスチャーはサラッとしたオイルタイプです。スポイト状になっているので、化粧水や美容液の後に1、2滴取り、お顔に手のひらでゆっくりと押してなじませます。香りは上品な柑橘系の香りです。使ってみた感想は、こちらは乾燥でお悩みの方や美白ケアも取り入れていきたいという方にぜひおすすめしたいアイテムです。洗顔後一番最初に 1、2滴手のひらに取って押すようにゆっくりとなじませていくと、その後のスキンケアの浸透が本当に良くなって、翌朝まで乾燥知らずのふっくらもちもち肌が続きます。オイルはベタベタしそうでちょっと苦手だなという方でも、普段お使いのクリームに 1、2滴混ぜて使ってあげるとベタベタ感もないですし、保湿力が断然アップし、美白ケアも同時にできるので、ぜひ取り入れていきたいアイテムです。続いてこちら、魔女工場ガラクトミークリアスキンパッドです。魔女工場のガラクナイアシン 2.0 エッセンスが本当に大好きで、もう何本リピしたかわからないぐらい愛用中なんですけれども、こちらのパッドが先日発売されて、使い始めてから本当に使い勝手がいいので、顔はもちろんなんですけども、全身の美白ケアとして毎日使っているアイテムです。こちらガラクトミセス発酵ろ過物でキメを整え、刺激の少ないラハ、パハ成分により優しく角質ができる弱酸性のパッドです。その他にもパンテノール、ヒアルロン酸、アラントイン、ベタイン、緑茶エキスなど配合されており、お肌の保湿ケアも同時にできるパッドです。パッドは一般的なサイズとなり、デコボコ面とツルツル面の2面タイプです。朝晩の洗顔後に一番最初に軽く拭き取ることで、メイクの残りや毛穴の老廃物を除去できます。使ってみた感想は、こちらお顔の拭き取りトナーや部分パックとして使うのはもちろんなんですけれども、肘、膝、ボディの角質や黒ずみが気になる部位などの美白ケアとして使うのも本当におすすめです。私はお風呂上がりにボディローションを塗る前にこちらのパッドを取って、軽く黒ずみが気になるとこにささっと拭くようにしています。パッドを使って整えてあげることで、キメが整ってお肌のトーンアップケアにもなるので、ガラクトミセスがお肌に合うという方はぜひこちらのパッドもおすすめです。最後はこちら、アヌア青みかんビタダークスポットマスクです。こちら青みかんエキス 5000ppm、 サジ、レモン果実エキスなどビタミンたっぷりの成分を配合しており、疲れたりくすんだお肌を明るくケアしてくれるパックです。その他にもパハ成分、10種のヒアルロン酸、アラントイン、ベタインなどを配合されており、トーンアップケアをしながらしっかりと水分保湿ができます。テクスチャーは薄めのジェルっぽいタイプとなり、お顔に隙間なくぴったりと密着します。ビタミンジェルエッセンスがたっぷりと入っていて、ジェル状なのでシートの上から重ね付けしやすいのも嬉しいです。使ってみた感想は、お肌への刺激などが全くなく、デイリー使いできる美白パックです。ただ定価ですと1枚400円程度するので、ぜひ目代わりの時にまとめ買いがおすすめです。冬でも意外と日差しが強い時などがありますので、今日は日差しを浴びてしまったなという時などは、お肌のトーンアップ集中ケアとしてこちらのパックを使うようにしています。こちらパックした後は透明感が本当に上がって、翌日もお肌の調子がすごく良くなるので、こちらは夏頃からずっとリピしているアイテムです。ではここまで最近の一群美白アイテム総まとめ編を紹介させていただきました。冬はなかなか美白ケアをしていないという方でも、トーンアップ以外でもお肌の毛穴やハリ、弾力ケアなどエイジングケアにつながる成分もたくさん入っていますので、ぜひお肌に合うお気に入りアイテムが見つかる参考となれば嬉しいです。インスタでも動画のまとめを紹介しておりますので、合わせてフォローしていただけると嬉しいです。こちらの動画が参考になりました方、高評価やチャンネル登録
ャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。